はい、皆さんこんにちは、タートルです。痩せるためには1日1万歩、そんな歩いてないし時間もない、そういった方におすすめな屈伸前屈を紹介していきます。なぜ1日1万歩歩くと痩せるのか。これは血流が上がる、免疫が上がる、第二の心臓と言われているふくらはぎがポンプの機能をして体の体調を整えてくれる機能があるんです。長い時間歩くの大変ですよね。今回は動かしながらストレッチができる運動になりますんで、時短になって効果的なメニューになってます。今日も一歩前進しましょう。まずは寝たままで足を上げます。これで足首を動かしていきましょう。まずはふくらはぎの筋肉を使う、温めるっていう感じを始めになります。少しね、最後の方は辛くなりますんで、ちょっと頑張っていきましょう。たったの3分で終わります。しっかりね、上げる方も意識してください。はい、 OK。 今度は足の甲でふくらはぎを叩いていきます。軽くでいいです。足首の方から膝裏にかけて軽くトントンしていきましょう。今からふくらはぎを使っていくので、筋肉をほぐしていきましょう。だいたい意識して歩いてないと3000歩ぐらいしか歩いてないと思うんですね。これではふくらはぎのポンプの機能が正常化しません。はい、 OK です。では立ち上がります。屈伸をしています。屈伸の時にできれば手じゃなくて肘をついてもらって屈伸をしてください。前かがみになる時にしっかりふくらはぎともも裏伸ばす感じです。こういう感じでトントン伸ばす、トントン伸ばすって感じで、はい、 OK。 今度は今のをかかとを上げたままで行います。ちょっと難しくなります。かかと上げたままで伸ばします。これでふくらはぎに力が入った状態でストレッチしてます。なので筋肉使いながら伸ばしてるイメージです。かかとをつけてる時よりもちょっとふくらはぎがね疲れると思います。歩くよりも効果的にねふくらはぎが使えてます。 OK。 このちょっと足開いてふくらはぎを上げて、かかとを上げて揺れます。こういう感じ。これで体をね横に動かすときにふくらはぎを使ってますので、歩くときよりもねちょっと力が入ってる感じでふくらはぎが使えてます。もしふくらはぎ疲れたらね、ちょっとかかとつけてね休んでいいです。また上げて動かしてください。はい、 OK。 じゃあ今度立ちます。最後は歩く感じで動かします。かかとを上げない方に体重移動させて足を上げてください。これで最後です。これだけでもね歩く感じでふくらはぎが疲れてますので、しっかりふくらはぎ使うことで体が温まります。はい、 OK です。お疲れ様でした。あんまり歩かなかったよって日にはこれを行ってください。ふくらはぎは本当に冷えたり動かしてなかったらストレスが溜まったり、脳に酸素が回りにくくなったり、血流が悪くなって本当に代謝が下がってしまいます。第二の心臓であるふくらはぎをしっかり動かすことも大切です。やってみたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。